吉田さん昼は焼肉を食べに行ってきましたなんと3人で4000円以下3800何菓子ですしかもお肉はがっつりね国産牛鶏豚この混ぜこぜでございますお肉の総量4 0 0ム、これが通常1700円のところ平日ランチは1200円いやー満腹でしたご飯も大丼飯 いや、いつでもね、お店に行けばご飯食べれるっていいなと思いますね。大混,大混雑しましたんで予約していきました。行列を抜けてスッと座れてパッと食べれてさっと帰れましたね。ありがたい。うん、まあ、そうこうしてるうちにツイッターで駅構内の女子トイレに女装したおじさんが入っていたので駅員さんに伝えたら自称女性の男性が女子トイレに入るのを止めることはできないと言われました。 一体これは何でしょうか。言ってほしい。